皆様こんばんは。ご紹介いただきたいです。本日は第4回となりました六本木アートマイクの公演で大勢の皆様の参加を終えられまして、盛大に開催されますことをとても感謝をしております。先ほどお持ち帰り方からご紹介いただきました。今回から共催という立場で港区もこのアートナイトの一員として参加をさせていただくことになりました。アートナイト実行委員会の皆様はじめ関係者の皆様のご努力にまずもって心から感謝を申し上げます。この六本木はアートの街です。森美術館や国立美術館、サントリー美術館、アートトライアングルというふうにも言われておりますけれども、これはデザイン の象徴的な2121デザインサイト、また多くのデザイン産業や音楽あるいは舞台芸術など、この六本木周辺には芸術に関わる方々が多く住まい、また活躍している街でもございます。今日実行委員会の中にも、六本木商店会の振興組合さんも、参加をされまして、六本木をアートの街として大いに盛り上げる、その一つの大きな力となっていただいております。六本木のこのアートの街を象徴するアートナイト、これから明日の朝まで六本木一帯を中心に街の中で今までにない新たなアートの形を皆様に提供していただきます。今年は区立の三河台公園で、ここでも、公園で公園というのがされたようなお話になりますけれども、公園の中でもパフォーマンスをしていただきます。普段日常の中では憩いの場となる、こうした公園が現実と融合することによってどのような変化を遂げるか、ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。そしてこの六本木の街から新たな芸術の魅力を世界へと発信してくれることを大いに願っているものでございます。また震災から2年が経ちました。今なお被災地では復興のために懸命な努力をされております。また被災された方はこの港区にも避難をされている方も大勢いらっしゃいます。こうした皆さんに対しましても、人に対しましても引き続きの支援をしてまいります。皆様にもアートの力で、そして皆様の熱い心で被災地への支援を引き続きしていただきますよう、どうぞよろしくお願いをいたします。お見せになりますが、六本木アートナイト、今回も素晴らしい成果を上げますこと、そして参加した皆様、そして多くの皆様のさらなるご活躍を記念してご挨拶とさせていただきます。今日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。それでは実行委員の皆様はご移動をお願いいたします。渋沢シラズ
同じくアートプロプロジェクト、むすび丸シップメント制作、マーク・アルバレス、マーク・サーバス。同じくアートプロプロジェクト、シャウティングスターマルを制作、佐藤弥生プラス、リバースプロジェクト、ユースケ・イケア。弥生パーカープラス、リバースプロジェクト、ユースケ・イケア。同じくアートプレイプロジェクト、ドキュメント野外版の出演、近藤良平、良平近藤。続きまして、アート島を録音に向け、クリーピングディスコを出演、柴田祐介ダンサーズ。祐介柴田ダンサーズ。同じくアート島を録音に向け、白い紙爪を出演、鷺山健介、レイセン・ザ・ミリアム。同じくアートパート六本木にて、ツーアーズ・ユーアーズ・カトカレ・カワカレを出演、アシスタント、アシスタント。続きまして、トークイベント六本木ヨラクエに出演、小沢剛、同じく六本木予約券に出演、和道良一、良一モード。同じく六本木予約券に出演、ひろこ石井、女子ゆき今か。同じく六本木予約券に出演、八谷一彦、まず一個八谷。同じく六本木予約券に出演、知り上がり元組、もちろん知り上がり。同じく六本木予約券に出演、志村浩介、どうして志村。同じく六本木予約券に出演、松影ひろゆき。同じく六本木予約券に出演、開発吉明、吉明太郎松。同じく六本木予約券に出演、オリンピック期間で会田誠展、天才でごめんなさいを開催中、会田誠、ワンコワンコ会田。同じく六本木予約券に出演、アートホールオーケストラ by 大宮エリーをプロデュース、大宮エリーエリーホール。同じく六本木予約券に出演、アリーナでのスペシャルトークにも登場、矢部健二、レジー・ヤドベ。同じく六本木予約券に出演、アリーナでのスペシャルトークにも登場、スタッフ昇る昇る。スタッフ公演で公演、夫婦の部品を上演、上村めぐみカンパニー、上村めぐみカンパニー。同じく公演で公演、僕です、僕です。同じく公演で公演、ワルツを上演、鈴木幸男、幸男鈴木。続きまして、ロッポンシリーズプログラム、ユニタルエアスペース、タイムウェーブを出展、大垣真嗣、真嗣リッパーバー君。同じく、生ハゲと生きるほかを出展、山本孝之、孝之リッパーバー君。同じく、ロッポン